ゲオルク・ヨーゼフ・フォーグラーは、ドイツの作曲家、オルガニスト、教師、音楽理論家、アベ・フォーグラーとしても知られる。フォーグラーは、ビュルツブルグのプライ百派に生まれた。父のヤレト・フォーグラーは、バイオリン製造業を営んでおり、彼をイエズス会の学校に通わせながらもその音楽の才能を伸ばそうとした。フォーグラーの音楽的才能は、 10歳になる頃には、オルガンを弾きこなしただけでなく、バイオリニア、その他の楽器を巧みに扱ったことからも明らかであった。1771年には、マンハイムに赴き、バイエルン選定校、カールテオドールのためにバレエを作曲した。選定校は1774年に、フォーグラーをボローニャに向かわせ、序盤にマルティーニの下で学ばせた。しかし、 マルティーニの方法論に満足できなかった。彼は、パドバで5ヶ月間、フランチェスコ・アントニオ・バロティに支持し、その後ローマイと移り、司祭に任ぜられながらも有名なアカデミー・オブ・アルカデアに入会を許された。また騎士に除され、教皇の初期長、随行員となった。1775年に、マンハイムへ戻り、フォーグラーは、カール・テオドールの宮廷教会の牧師に任ぜられ、 福マエストロディカペラとなった。この頃彼は最初の音楽学校を開校しており、そこで教えた原理が他の教師とは異なるものだったため、学生たちは彼を支持したが同時に多くの敵を生んでしまった。彼はハープシコードのための新しい運指法、新しい型のウルバンの設計、バロッキの理論をもとにした新しい音楽理論を考案した。モーツァルトは彼の運指法を 悲劇的だと非難しており、フォーグラーに関する偏見を吹聴して回ったため、当時はフォーグラーの信頼を傷つけるような様々な噂が飛び交っていた。オルガンの設計に関する変更点は、気候の簡略化によるもので、リードストップの位置にフリーリードを導入し、大、混成音の代わりに、同音のストップを用いる仕組みだった。これは非常に流行することになる。彼は、 論理システムについて、バロッティの原理に基づくものと説明していたが、大部分は経験則によっていた。にもかかわらず、それらが彼の心理論に根ざすように思われる真実を土台としていたおかげで、フォーグラーが音楽理論の進展に大きな影響力を行使できたのは疑いのないことである。またそのために、彼の弟子からはその時代の天才たちが幾人か排出することになる。 エムウェルト社製、オーケストリオン1778年に、カールテオドールが宮廷をミュンヘンに移すことになった。フォーグラーは1780年に後を追ったが、劇作品への評判が上がらなかったことに不満を抱き、すぐに職を辞してしまう。彼は、パリへ赴いたが、そこではラモーが最初に唱えたのに橋を発した彼の、システムへの強い敵意が未だ渦巻いていた。 彼のセイシュルピス教会でのオルガン演奏会は大きな注目を集めた。王妃の依頼でオペラ、レ・ペイトリア・テザムが作曲され、ベルサイユ宮殿の前で初演された。フォーグラーは各地に演奏旅行に出かけ、スペイン、ギリシア、アルメリア、アジアやアフリカの地方都市、そして保存されている民謡を求めて、グリーンランドにまで足を伸ばした。1786年には、 スウェーデン王グスタフ3世のカペルマイスターに任用され、ストックホルムに彼の第二の音楽学校を設立する。また、彼自身が発明したオルガンの一種であるオーケストリオンという楽器を演奏し、極めて大きな名声を博した。1790年には彼はこの楽器をロンドンへ持ち込み、パンシオンで演奏して、多大な効果を上げた。また、 その演奏会場では彼は独自の原理に基づいてオルガンを建設している。彼のペダル演奏は大きな注目を集めた。1788年にサンクトペテルブルクを訪れた際には当時そこにいたコペンハーゲンのオルガン製作者で初めてフリーリードをオルガンのパイプに採用したことで知られるキルスニックに会っている。フォーグラーは1790年から 自分が演奏したすべてのオルガンにフリーリードによる音線を追加する改造を施していった。ラクイッツによって最初に改造されたオルガンはロッテルダムのものだった。その後30代ほどのオルガンの使用変更が行われた。フォーグラーの最も人気のあった作品はウェストミンスター寺院の祝祭にヘンデルを訪ねた後で作曲されたハレルヤコーラスの主題に基づく風画である。 クネヒトがオルガンによる音楽絵画と呼んだように曲は嵐を模した描写を有している。フォーグラー・ロンドンを後にし、フォーグラーはロッテルダムをはじめとするラインガー流域の主要都市を回った。エスリンゲン・アムネッカーでは国王のためにとって置かれていた名誉の愛を贈呈された。フランクフェルトでは神聖ローマ皇帝レオポルト2世の戴冠式に出席した。 彼が次に訪れたのは、ストックホルムで、長い間その地に留まっていた。しかし抑えきれない放浪癖により、スウェーデンを後にし、もう一度ドイツで身を立て、ついに宗教音楽と劇音楽の両方の作曲で最大の栄誉を得ることができた。彼は1800年には、ベルリン、1804年には、ウィーン、1806年には、ミュンヘンにいたという。 1807年のフランクフルトでは、ヘッセン大公国大公ルートビヒ一世に招かれ、カペルマイスターの職、ツ密院の名を冠した、勲章、3000フロリンの給料、住居、大公自身の台所にあるテーブルの供与、その他の特権の提示を受けた。これを受諾することにしたフォーグラーは、放浪の生活に終止符を打った。ダルムシタットにおいて、フォーグラーは、彼の第三の そして最も有名な音楽学校を開校した。この学校は、輝かしい卒業生ら、ゲンスバッハー、ウェーバー、マイアベーアを輩出し、彼らの置いた巨匠への愛着は限りないものであった。フォーグラーの最後の絵談の一つには、ウェーバーのシルバーナの上演を見るための1810年のフランクフルト旅行がある。彼は最後までよく働き、 ダルムシュタットで突如脳卒中に倒れ帰らぬ人となった。フォーグラーは演奏家としては華麗で熟練、教師としては風変わりかもしれないが優れた人物であった。ミサ曲詩編もテッド聖歌と他の宗教的、声楽曲独奏曲室内楽曲競奏曲、還元楽曲シャンドスから、フォーグラーの楽曲の録音がリリースされている。公共曲2曲、バレエ組曲第1番と、 第2番、助曲、アタリー、ハムレット・ハムレットと、エルビン・アンド・エルメイヤーで、指揮は、マテアス・バーメルと、ロンドン・モーツァルト・プレイヤーズの演奏である。バレー組曲を除く、現代の楽譜は、ケント・カールソンが、ゴリ・エディションズのために作成したものである。イアムズ・レーベルからは、ダイレク・イエム編補聴長が、ゲルト・グーグル・ヘールとノイエ・ホフ・カペル・ミュン編の演奏で2009年より、出されている。 注釈出典、ありがとうございます。